Welcome to my channel. こんにちは。現役高校教師ピアニスト真由美です。今日は別室で撮っています。よろしくお願いします。私ね、肘、関節がね、私すごく弱いんです。で、今、ちょっとこう、この5と4の指が両方ともちょっと痺れてしまっていて、動かせるんですけど痺れてしまっているので、ちょっとピアノがね、弾けないんですね。なので、別室で撮っています。よろしくお願いします。私はね、音楽、そして、ファッション、そして歴史が好きなんですね。この音楽に付随して、アートですね。そして、まあ、全部を含んで多分旅行っていうものが入っていると思います。で、この3番目の歴史、私、どんなに体調が悪くても歩けるときは、なんとか運転をして自分でどこへでも出かけます。で、どうする家康が始まったので、その由来の場所を、時間を見つけて、なんとか体を動かして少しでも痛みをちょっとこう、全身の血流を良くするっていうことでなんとかならないかなと思って、回っているんですね。で、それをショートの方で上げたりしています。よろしければ見てください。それでですね、ショートの方で、先日ね、桶狭間と、それから靴掛城に行ってきたんです。で、その、別の日に熱田神宮に行ってきました。で、熱田神宮で、初めてね、この、と、それから、昨年できた、ここへ行ってきました。ですね、こう、私がこういろいろ歴史的なところを回っていつも思うこと、特に徳川家康にまつわることで思うこと、ブラタモリをご覧になる方はよくご存知かと思うんですけど、結局愛知県も東京も家康ってものすごいもう埋め立てして干拓して昔の土地ってもう分からなくなってるんだなっていうことに衝撃を受けます。例えば、第1回目どうする家康で、第1回目で丸根砦から大高城に入るところやってたかと思うんですけれども、大高ってね、私これから行きたいなと思ってるんですけど何にもないんですね。でね、城跡もあるにはあるんですけど、もう草ぼうぼうで、もう管理もすごくしてなくて、大高緑地公園っていうのがあるにはあるんですけど、そこからこう見上げて何にもないんですよ。で、一応本丸の前のところに一応神社があるといえばあるらしいんですけど、私行ったことがなくって、で、その丸根砦っていうのも別に何かあるわけじゃなくて、こう見上げるとあるよって言われました。でも一番驚くのはですね、どうしてあんなところがそんなに重要なところだったのかなっていうのがずっと謎なんですね。それは清洲城でもそうです。清洲城って行かれたことある方わかるかと思うんですけど、どうしてこんなところがそんなに重要なところだったんだろうってすごい思うんですね。今の感覚からすると非常に不便なところです。まあでもそれは、家康が清洲越しをしたからかなと思うんですけど、もっと重要なことがあって、昔やっぱり交通の要所だったっていうことなんですよね。で、大高城って、その大高城の向こうもすぐ海だったらしいんですよ。今はですね、もう干拓したもう土地が、ちょっと若干低い低地がずっと広がってるんですね。まあ工場地帯というか、まあ東浦っていう知多半島の方につながっていくんですけど、でも今の状況から全く当時のことは想像もできない。だから昔の古地図を見せていただいたんですけど、っていう感じなんです。ブラタモリ見てる方、見てらっしゃる方だったらよくわかると思うんですけど、熱田神宮のところもブラタモリ、タモリさん大好きなヘリですね。要するに熱田神宮もそこまで海が来ていて、で、こう伊勢の方に渡ることができたと。で、だって伊勢湾台風の時、熱田まで水が来たっていうのを聞いて、なぜだろうと思ってたんですね。それはやっぱり
干拓したので、もともとは低いとこで、ですから台風とか豪雨が来た時に水浸しになってしまう地域っていうのは、やっぱり昔海だったとこなんですね。で、大高っていう場所はね、本当に不思議なところで、鳴海っていうところも大高も、それから桶狭間っていうところも、京都みたいに碁盤の目になってなくて、もう本当に道がこんなになっているんですね。それはやっぱり攻めにくいようにしてたっていうのもあると思うんですけど、一番驚くのは、どうしてあんな不便なところが要所だったのかっていうのを、今皆さんも遺跡とか巡られる方、今すごくね、やっぱりいっぱいいらっしゃって、たくさんお休みの日来てらっしゃったんですけど、すごい私不思議でした。こんな不便なところって、今の感覚からするとものすごく不便なところです。それは東京に私が生まれて初めて行った時に驚いた衝撃に似ているかもしれません。東京、特に渋谷ですね、初めて行った時に あれ、デパートから電車出てくると思いましたし、それからお茶の水に行った時に橋の下に電車通ってるけど、これは何事ですかと思ったんですね。で、こう抜けると四ツ谷からこう見上げるように、こう上智大学の方とかなっていて、こんな変な土地何なのって思った記憶があるんですけど、これは家康なんですね。これからどんな風になっていくか楽しみです。ちなみに愛知県、これはいつもお話ししていることなんですけど、愛知県の人間っていうのはですね、尾張と三河に分かれるんです。で、あの人三河の人なんですね。で、私は尾張地方に住んでいるし、活動は全部尾張地域でやっているので、あ、違うか。パイプオルガンは豊田市で弾いているから、三河で弾いてますけど、尾張の人っていうのはね、三河のことを田舎っていうふうに思ってるっていう感じなんです。ジャンダラリンって言うんです。またその辺のお話はね、また別の機会にしたいと思いますけれども、今日はこれからどうする家康で、皆さんその遺跡を回られるかと思うんですけど、もう本当に変な、なんていうか、すごく不便な、何もなかったりして、結構えって拍子抜けするところいっぱいあると思います。で、ほとんどやっぱりその海に面していたところだったらしいっていうのを心に留め置かれて回られると、あ、そうなのかと思われるかもしれません。はい、今日来ていますのは、これ先日買ったね、ちょっとお見せします。先日ね、これマルニなんですけど、これはね、プロパーでね、4990円で買ったんですけど、今、こちらね、色違いね、なんと、1990円で売ってます。で、安くなったから買ったというより、買おうと思ってたんですけど、この色が私にあまり似合わない色だっていうふうに、いつも、ちょっとカラーコーディネーターの人に言われてたんですけど、意外と似合いました。ここ、なんかね、不思議な服です。体にすごく馴染みますよ。はい。今すっごくお安くなってるので、もし、マルに試してみようと思われる方、挑戦してみられたらいかがでしょうか、この機会に。はい。いつも本当にありがとうございます。今日は手が痛いので、はい、ちょっとピアノ弾けなくって、だから今ちょっとね、頑張って論文も書いています。今回のね、大河のテーマも、ピアニスト兼すごく活躍してる、とても素敵な曲でいいなと思いました。はい、それでは、また別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching and thank you for as always subscribe and highly rated please. So see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。